先ほどですね、クールハッセルティアの説明をしましたけど、この茎の長いやつですね、これは3本ほど今植えようとしているところなんですが、鉢の底に水苔を敷いてですね、そこにこの鹿沼、それから硬質の赤玉ですね、これを混ぜたものを用意しました。先ほど動画に撮った時にはご覧に入れたと思うんですけど、非常に草の大きさの割にしては根が伸びてない、伸びないで成長してきてるってことなんで、当然ある程度肥料をくれて管理すればもっと長くなってっていうことだと思いますんで、一本一本植えないでですね、3つを一緒に今植えるために準備したんですけど、多くの方はですね、鉢の真ん中に植えようとするっていう考えあると思うんですけど、ランはですね、あんまりそのでかい鉢に真ん中に植えると腐りやすいんでですね、そこそこの大きさの、どちらかというと小さめですかね、そういう鉢に植える、あるいはこのように真ん中にしないでね、鉢のへりの方に草を置いてですね、それで植えると、根はとってもいい状態になるんで、とりあえず今このように 3方に広げてですね、置いてきました。でまず土をある程度入れましてですね、今やってる土はですね、以前錦なんでとっても上手な方が品物を送ってくれまして、その時の土の配合と同じようにしたものなんです。ある程度このようにして土を入れたら、少しですね、茎をこのようにへりのところから少し動かしてですね、ある程度植物がですね、落ち着きやすいように多少動かしてですね、それで どうしても写真なんかを撮ろうとする方なんかですと、真ん中に植わってないと気が済まないっていうんですかね。自分たちは写真を撮るために植物を育ててるわけじゃないので、増やしたりとか交配するために育ててるものですから、写真を撮るための見た目の良さっていうことよりも、育てやすいかそうじゃないか、そっちを優先しますので、その辺のところが違うんですかね。今植えながら撮ってますから、ちょっとやりづらいです。で、皆さんと違うとこはですね、私の場合はバイオやってますから、このような苗を手に入れた時に当然肥料をくれるわけですね。肥料をくれて、大きくしたり増やしたりとか、花を咲かせるための準備をするわけですから、当然ここに何種類かの肥料をあげます。肥料をあげないと根っこも葉っぱも育てませんからね、茎もね。ですから当然あげるわけです。それからこの個体はですね、根がとても短いっていうのが分かりましたんで、ある程度根を長く伸ばさせるためにですね、ただの肥料だけじゃなくて、植物ホルモンですね、植物ホルモンの、根が発根しやすい、あるいは伸びやすい、そういった植物ホルモンですね、一般的に NAA と言われているような、そういうやつをあげてですね、根っこが伸びやすい。
まあ植物ホルモンは肥料じゃありませんけどね、根っこが伸びやすい、そういうものと、それから芽を出させたりするための、ホルモンもあるわけです。まあですからとりあえずはですね、最初に花を咲かせたいので、あんまり芽が出るための BA ベンジルアデニンなんかをですね開けてしまいますと、下手すると新芽が止まっちゃうことあるんですね。まあそれなので、とりあえずは根っこを伸ばしてあげて、まあ、花芽をつかせさせる、それを優先してですね、花がつくときにはもう次の新芽が脇から出始めますんでねその時にはまあベンジルアデニンをあげたりとか、あるいはまあ長い茎を切ってですね伏せて、そこから早く芽を出させるなんていうためにまあ BA を使ったりするわけなんですけど、まあいずれにしましても今はとりあえず根っこを出させることを優先して植えました。まあ、こんな感じですね。まあですからアクア系の方が水草なんかを植えるような感覚とは、私らみたいなランをやってる人間とはやり方が違うとは思うんですけど、まあいずれにしましてもですね、貴重な個体ですので、なんとか増やして、あるいは交配してとかで、ね、そういうことを考えたいので、とりあえずはまあそういうための準備をしました。まあ自分があんまり水苔で最近植えないのはですね、コバエが湧いてですね、まあ、別にコバエが湧くのはクワガタの時から慣れてるんで構わないんですけど、クリーンベンチの中にコバエが飛び込んできたりしてね、やりづらいので、まあ、それでここのとこ全然、うちでは水苔で使わないでね、まあ他の人に送る時なんかは水苔で植えたりして送りますけど、まあ、自分で管理するやつはこのようにしてですね、砂利植えにしてます。まあ、こんな感じですかね。